次に岡崎参考人。にお願いいいいたしますははい、岡崎参考人え、はいえー、特定非営利川崎ダルク支援会理事長をしています、えー、岡崎茂人と申します、えー。本日はこのような場所にお招きいただき、依存症の当事者として、私はこの場に立たせて、座らせていただいて、ご意見を述べさせていただきたいと思っております。 えー、皆さんもご存知かもしれませんが、えーまあ、薬物依存症という、まあ、依存症という病気ですね、それをあの私たちは当事者が当事者を支援するという形で、1985年、えー、東京都荒川区東日暮里で、えー、今亡き近藤恒夫さんと、えー、ロイ・アッセンハイマーさんがですね、えー、当事者活動を始めました。 そこから20年ぐらい経過したときに、私は2004年に、ダルクに初めて相談をする機会を得ました。相談した経緯は家族が、私の薬物使用についてですね、どうすることもできない。 まあ私自身もやめる気は全然なかったんです大麻を使用していましたし他の薬物も使用していましたが自分自身がやめようという気もなくあのただ、まあ自分自身あ、私自身の薬物使用を周りから見ている家族はその使用状態に困っているのを見てあのダルクへの相談を始めてしました。 それが今から約20年ぐらい前のことになります、まあ、本日、えー、ここでお話をするっていう話をいただいてからいろいろなことを考えてすごくあの緊張もしたんですけれども,あのもう昨日も全然眠れなかったんですそれで <laughs> であこんな時にタイムあったらいいなって思ったのは本当に事実なんです自分がまあ使用者だったからっていうのもあるかもしれませんがあのお酒を 飲んでゆっくり寝れるかなって皆さんが思うかも、まあ、あのアルコールをね飲まれる方は思うかもしれませんがそれと同様にまあなんかリラックスできたらなってふとよぎりましたただ自分自身は20年前にダルクにつながって薬物をやめようというあの選択を今もし続けていますそれはあの 人から強制されてしたことではなくあのダルクやです、ね、その自助グループの人たちに一緒になってこう依存症から立ち直っていく回復していこうっていうふうに目指している人たちが、まあ、私の周りにこういてくれてその人たちとまあ一緒にやめていきたいっていうふうに思えた。 あの自助グループの中では新しいいい生き方を培っていこうううふうに言われるんですねでその新しい生き方を、まあ、自分自身もやっていきたいと思ったから今もやめ続けていきたい今日一日薬がない生活で今というこの瞬間に向き合っていきたいっていう思いを持ってているからだと思います。 まあ、薬物の問題というのは本当に様々で、あで依存症支援として私たちがやっている福祉だけで成り立つようなものではなく、まあ、司法や医療やそして福祉またはもっと様々な分野があの必要になってその回復の支援だったりまたは、えーまあ、全員がですねこれも 薬物を使ったから依存症になるというわけではなく、他の物質も全く同じです。アルコールだったり、コーヒーだったり、何にせよ、あのその物質だったり、行為が生活に支障をきたしてしまったり、または他に害を及ぼしてしまうことが起こりえる、まあ、リスクがあるということですね。なので たとえ薬物,が薬物を使ったからといって、全員が依存症になる、そういう危険性がすべてのものにあるっていうわけではないんですね、ただリスクは可能性が上がっていくというものがあります。ダルクでの仕事をさせてもらってから、あの刑務所教育だったり、学校教育の場所に、えー、立たせていただくことも、えー、回数を重ねてやってまいりました。 その中で、えー、刑務所や法監察所にこう通,われて通われている方たち、えーまあ、薬物事犯で逮捕された方たちが、えー、教育の中でこうこう、まあ、刑務官の方や法監察官の方の前でお話をするときに、や、まあ、めますとか、やめていきたい、出てたらやめていきたいというふうに、それは言いますよね。そこの場所でやはり いろいろな圧力がかかっていたりあのそこでの生活みたいなのも刑務所での生活なんかもあったりするっていうところがあって自分自身に正直にそこの場所でなかなか話をすることができない環境っていうのも実際に今の現状であの依存症の支援の中でも起こっていることだと思います。あの 薬物依存から回復していくために、まあ、大切なことっていうのが、まあ、自分自身が正直であることそして、えー、オープンマインドであること固定観念を捨てていろいろな意見を聞いていくことそして、まあ、そのご本人のやる気であるというふうに言われています司法の中でだけではですねやはり自,身自分自身が 本当はまだ使いたいと思っていてもそのことをやはり発言することも許されなかったり辞めたいって思っていてもそれがあのうまく伝えられなかったりっていうようなことが起きるような現状もあります。またたたなののでご本人がが、まあ、依存症者者だっりり使用者の方がです、ね、やはりやめたいと 願ってやめていくということが選択できる自発的にそういったものを選べるような仕組みというのが、まあ、理想かもしれないですけれどもあったらそれはまあ国民というか個人個人を尊重し合いながらお互いのことを配慮している社会になるのかなというふうにも私個人は思っております。教育の中では、まあ 薬物災乱予防止というものがあり、えー、学校教育の中でもお話をさせていただいたり、えー、ダメ絶対というような形で、まあ、確かに障害経験率は低いかもしれませんけれども、依存症や、えー、薬物事犯で逮捕された方たちに対するもの、まあの見方というのは、やはりすごく厳しいものがあるのが現状だというふうに私は理解しています。あの、まあのま 今の経験率をそのまま維持していくためにこの運動が必要であるならば他にもあの薬物依存というものだけでなくさまざ、あ、まなですね、まあ、行為の依存だったりネット依存だったりそういったものも含めたあの依存何かに頼るというものが必要ない、えー、子どもたちっていうものが、えー、そういったものを 地域の中でも選択をして選んであの生きていけるようなあの薬物依存症、依存症の教育というのが必要にもなってくるのかなというふうに私は思っています。あの今まではですね、まあ、依存症の人がこういるのが刑務所だったりとか精神病院の中にそういう方たちがいて そこでしかあの、まあ、薬物をやめることができないというふうに多くの人があの考えてもきたかもしれませんけれども、まあ、社会の中でですねさまざまなこう支援があるそして、えー、困った時に相談に行ける場所があるそれをあの犯罪というもので一括りにしてしまうと周りにいるご家族の方や 配偶者の方がやはり相談窓口にたどり着くのにはかなりの時間がかかってくるのが現状です何度も逮捕されて孤立をしてそしてもう行く場所がないから依存症支援にたどり着いたっていう方も、まあ、ダルクの中では少なくはありませんもっと あの前の段階で情報提供ができたり、使用についてのどんな使用の仕方が悪い,悪いとかですね、あのうまくあの使わないで、使わないでも誰かを頼ることができるんじゃないかということを、いろいろな場所で、えー、教育だったり、支援をしていくことで、 あのもっと模索できるんではないかというふうに思っています。で、まあ、これからの,あの、まあ、薬物問題に関して、大麻、まあ、もそうですけれども、他の薬物に対しても、やはりあの当事者であったり、家族だったり、ほか、あの現場であの支援を行っている専門家の人たちの、まあ、声をもっと聞いていただきたいなというふうに思います。 私自身は今回資料も出してないしあの口頭でこのような形であの、まあ、依存症の、ね、当事者の話になってしまっているんですけれども皆さんがあの現場で,です、ね、それぞれ支援している中で抱えている苦労だったりあのそういったものをこの国のです、ね、依存症の対策だったりそういったものにもっと 役立てていただ、ければ幸いだという,ふうに思っていますあの近年はですね、まあ、あの薬物問題として市販薬だったり処方薬だったりそういうので困って、えー、ダルクなんかに相談に来る人もすごく増えています若者の,あの市販薬や処方薬のこともニュースになったりしていますけどご家族の方はあのこんなに大変なことになるとは思ってなかったって。 あの普通に売られている薬だし医者が処方している薬だしそれが自分の、まあ、息子だったり娘さんをこんな大変なことになるんだったらもっと早く何か自分で手立てがあったんじゃないかっていうふうに家族の方は自分を責めるんですねで,でもやめていくっていうことを選んでいくのは、まあ、依存症者だったら本人だし あのそこにすごくあの辛さを相談を受けてても感じますですのであのぜひですね、まあ、薬物の,あ,の、まあ他の依存症に対しては、えー、ギャンブルだったりアルコールだったり基本法だったりっていうものがありますけれども薬物依存というのはどうしても刑罰というものがあるからなのか 薬物依存症に対しての議論っていうものをする機会っていうのが今までもあのそれぞれのねあの司,法司法的な部分だったりっていうところではあったとは思うんですけれどももっとあのメンタルヘルス精神的な衛生としてあのそういった部分をあの話し合うそして議論をする、えー、対話をしていくという機会をこれからも、えー、進めて えー、開いていっていただければというふうに感じております誠密、えー、ですがご社長ありがとうございました、はい、ありがとうございました